これ、超視力ソードだな。えつ、どうしてわかるの？んなもん、画像どう見ればわかるさ。キャスはこれを見てどう思う？どうって、なんだか工事現場を思わせるデザインよね。これのどこが強そうなの？知らねえのか。工事現場で使われる道具ってのは破壊力抜群なんだぜ。デルタ、いいところに目をつけますね。まさにその通りです。この力ソードは武器を工事現場で使われる道具に変化させるものなのです。タイルドライバーのような見た目なので、タイルドライブ素子と名付けました。本気なの？いくら威力が強いとはいえ武器じゃないのよ。使い方次第では銃や剣、豚魔法すら凌駕する破壊力を持つ場合もあります。それでこれを装備すると何に変わるんだ？スロレンダドリルといえばわかりますか？ファイルドライバーみたいなドリルってことか。そう思ってもらえれば間違いありません。それによりドリルで貫くことはもちろん、釘をいくらでも打つことも可能です。確かにその説明を聞いてるととんでもなく強そうな感じがするわ。感じじゃなくて強えんだよ。ドリルみたいに物を壊すことを目的とした道具と、釘を打ち込むためのファイルドライバー、打ち込みながらえぐりつつ貫く、こりゃ強くないわけがねえぜ。イオナッサルといい、デルタといい、どうしてファイルドライバーに対してそこまで目が輝くのでしょうか？ロマンだろ。私には多分永久にわからない世界です。けど普通の武器に比べたら桁違いに強いっていうのはよくわかったわ。これさえあれば敵の持ってる普通の武器なんておもちゃにしか見えなくなりそうね。武器は結局のところ対人を目的として作られたものです。の塊や硬い岩を砕くために作られた道具と比べれば、そう感じてしまうのは仕方がないのかもしれませんね。ですが対人である異常狂気であることに変わりはないというのを41ってはなりませんよ。確かにそうだな。強い武器を持ってるからって油断しねえように気をつけるよ。